に裏切られ自ら命を絶った清姫でしたが、その一念は死んでも消えることなく怨霊となって再び現れ、安珍の後を追うのでした。無理に頼み込んでどうにか渡してもらうのですが、後から来る女はどんなことがあっても渡さないようにと船頭に頼んでおいて先を急ぎます。やがて日高川のほとりにたどり着いた清姫の怨霊はそのまま川に飛び込むと、見るやその姿はたちまち大蛇となって濁流渦巻く日高川を一気に渡り切ったのでした。静かに天に昇っていったということです。